こんにちは、なことの高橋です。レイです。この春ですね、実はちょっと登山始めたいなと思ってまして、事前に登山経験者の高橋さんにおすすめの服装を選んできてくれます。ただちょっと登山僕全然経験なくて、どこがおすすめなのかっていうところもわからないので、今日は高橋さんにそれを教えてもらいたいなと思ってます。はい、今日はレイ君に全身着てきてもらってるんですけど、私も山の格好をしてきてます。で、この私たちのコーディネートを実はなこたで全部揃えることができます。なので今日は詳しく紹介していきたいと思います。まず春の登山における服装のポイントをお話ししていきます。はい、春の登山はやっぱり寒暖差が結構あるので、登り始めは暑いけど山頂に近づくにつれてちょっと気温が低くなってくるので、それを調整できるような服装をするっていうのが一つポイントかなって思います。ちなみに調整できるっていうのはどんな服装なんですか？重ね着するっていうのが一応ポイントで、一番下に肌に直接触れるアンダーウェアと、その上に着るちょっと保温できるような軽いシャツとかをミドルウェアって言って、その上に一番重アウター、風を通さないようなアウターを、なんか暑くなったら、そのアンダーウェアで1枚で歩いたりもできるし、ちょっと肌寒かったらミドルウェア、もっと寒くなったら一番上にアウター羽織るみたいな、レイヤーリングするっていうのが基本かなって思ってます。あとは帽子、結構春日差しが強くなってくるので、割とキャップとかハットとかつばのあるもの、紫外線を対策できるものがおすすめかな。パンツとかは登山は足の上げ下げも結構あるので、その動きを妨げないようにするような、割とストレッチの効いたものがおすすめです。よく山の気候ってなんか変わりやすいって聞くんですけど、なんかこう水とかに強い素材の方がやっぱりいいんですか？強い方がいい。なんか撥水性のものとか、防水素材のものとかは突然雨降ったりするので、心配やったら市販で売ってるカッパとか買ってもらったり、もしなんか登山ハマったらレインジャケットとか買ってもらったらいいかなって思います。じゃあ早速私たちが着てきてる服の紹介をしていきたいと思います。まずはレイ君から。はい、帽子、紫外線も強くなってくるのでハットを選びました。で、素材的にも割と涼しげにかぶれるようなものを選びました。つばがちょっと長めで、そう素材もなんか軽くて、涼しそうな素材です。登山って結構ザックが大きくなってくるから、つばが長すぎると後ろにぶつかっちゃったりするのが私結構気になっちゃうので、なんかそれも防げるような長さかなって思います。あんまり長すぎるとちょっと長すぎると、動きづらいというか。そう、じゃあ次にアウター、スノーピークのもので撥水性に優れてるものになります。大雨はちょっとこれ厳しいかなって感じやけど、小雨とかなら全然守ってくれるし、ちゃんと首まで締めれるのと、中にフードもついてるので風が強いってなった時もかぶってもらったらいいかなって思います。で、中に着てもらってるミドルウェア、今私も着てるんですけど、ハイクシャツ着てもらってます。これナコタオリジナルですね。そうなんです。このシャツはすごいストレッチ効いてて、めちゃくちゃ動きやすいので、なんか保温もできるしいいかなと思って選びました。あとね、首もちゃんとこうやってね締めれるので、紫外線からも守ってくれるかな。首元の日焼けも気になりますね。そう、これも同じく撥水性に優れてるので、雨とかにも強いっていう感じになります。一番下に着てもらってるアンダーウェアはスノーピークのものでポリエステルの素材で、吸湿速乾機能に優れてるものになります。例えばコットンとかヒートテックやと保温はしてくれるけど汗を乾かさないので、逆に寒い。でもこういうポリエステルのものとかは汗もちゃんとすぐ乾いてくれるので、アンダーウェアに選ぶんやったらこういうものを、ポリエステルのもの、速乾できるものをおすすめします。こちらなんか肌触りもなんかサラッとしてて気持ちいいよね。気持ちいいです。で、パンツなんですけど、
これもナコタのオリジナルのパンツで、めちゃくちゃストレッチが効いてて動きやすいです。足の上げ下げも何のストレスもなく動かせます。めっちゃ軽いし、これも撥水になってます。私の服装なんですけど、私帽子は紫外線とかなんやかんや言ってたんですけど、私はニットキャップを今回選びました。割と山頂に行った時寒いかなって思ってニット帽を選びました。メリノールのちゃんと温度調節してくれるようなウールになるので、これもすごい登山におすすめです。シャツとパンツはレイ君と同じものを着てるので、レイ君はロンティーなので長袖着てもらってたんですけど、私は半袖で、同じくポリエステルの素材で速乾機能のものになります。それぐらいかな、私は。レイ君との違いは。今紹介した私たちの服を着れば春登山もバッチリなので、はい、ぜひ皆さん試してみてください、はい、でこのコーデは全部概要欄にURL 貼ってますので、そちらでチェックいただけます、はい、あとですね、はい、服装の紹介していただいたんですけど、はい、今日はこのザックも、うん、はい、高橋さんにおすすめとして、はい、選んでいただいたので、はい、秋田でこのザックみたいに、ね、登山におすすめのアイテムたくさんありますので、はいはい、よろしければお店の方、はい、見に来てもらえたらなと思います。この動画が面白かったなって思う方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは。